頭皮が老化してしまうシャンプーのやり方、皆さんやってませんか？皆さんこんにちは、渡辺です。今回は頭皮が老化してしまうシャンプーのやり方についてご紹介していきます。これ結構皆さんやりがちで、で美容室に行ったら、まあ、このシャンプーの仕方をするんですけど、多分ご自宅にいる時、自分で洗う時だったりとかは、多分この間違ったシャンプーの仕方をやりがちな方が結構多いので、でそれの違いと、そうしてしまうとどうなっていくかっていう注意点を今日はご紹介していきたいと思います。まずシャンプーがちょっと頭皮にね、洗い残しみたいな感じで残ってしまうとどうなるかというと、一つ目は頭皮が荒れてちょっと炎症を起こしてしまいます。なんか赤くなったりとか、あとなんかちょっとポツポツ何かができたりとか、吹き出物みたいなのができやすくなります。で二つ目なんですけど、やっぱり頭皮の皮脂をちょっと取りすぎてしまうということがあって、でやっぱりちょっと乾燥しがちということで、フケが結構出やすくなったりもします。で三つ目なんですけど、毛穴にねやっぱりシャンプー剤詰まりすぎたりとかして、毛根にね結構ダメージを負ってしまって、ちょっと抜け毛の原因になったりもするんですね。で4つ目が一番ちょっと危険なんですけど、やっぱりね毛根をねちょっと刺激して、ちょっとそこがね細胞が劣化してしまって白髪が出てくる可能性があるんです。はい、じゃあここからはねちょっとシャンプー実践編ということでちょっとやっていきます。まずねシャンプー剤を大体の方って出すじゃないですか、こうやってで、ちょっとこう手でなじませてから、もう直接ダイレクトにこうやって頭皮につけたりとかしませんか、こうやって、まあ、シャンプーで頭皮を洗えってね、美容師さんとかに聞かれると思うんですけど、こうしてダイレクトに洗ってしまう、これは危険ですのでやめてください。ダイレクトにねこのシャンプーをつけて泡立てていくと、まず基本的に泡立ちづらいです。全くモコモコの泡が出てきません。あと髪が擦れて結構ね毛が折れる可能性があります。でそうするとちょっとアホ毛の原因になったりもします。直接つけると皮脂とね混ざり合ってちょっとドロドロとしてシャンプー剤が落ちづらくなります。なので正しい泡立て方はシャンプー剤を取ります。でちょっと手でなじませて、直接ダイレクトに頭皮につけるのではなくて毛先につけます。で毛先につけてちょっとこう空気を入れるような感じにしてこう揉み込んでいきます。でこの時に根元にはつけてません。まずはもう髪に揉み込んで泡を立てていきます。でこうすることによって、さっきこれ根元につけました、こっち毛先につけて髪につけてからこう揉み込んでいきます。で今ちょっとね濡れてないんで、あんまり髪の毛が濡れてないんであれなんですけど、ご自身でねこうシャワーしながらやってる時ってちょっと水を足しながらやってあげると、これモコモコの泡になります。でこの状態で頭皮を優しくこう揉み込むようにやっていく。そうすることによって美容室でねやるようなシャンプー、もこもこの泡になって優しく洗い上げることができます。実際ねこれでちょっと水を今ちょっと持ってきて足したんですけど、足したらこんな感じでもこもこの泡になってきます。こっちはもうほとんどねもう根元がベタベタな状態です。なのでこういう風に洗うようにしてください。で実際にじゃあ直接頭皮にシャンプーをつけて流すとどうなるか、じゃあ泡の状態で洗ってから流すとどうなるかっていうのはちょっと実験のやつでこの動画で解説していきます。例えばシャンプーを直接つけて頭皮にね直接つけて洗っていくと、流した時に こういう風に擦ると泡がやっぱり出てくるので流しきれてない状態になりやすいです。
次に泡立てた状態で頭皮につけて洗っていって、でこのままで流していくと泡が残りづらい、しっかりと流れてくれてシャンプーが残らないです。はい、ということで今の動画いかがでしたでしょうか。やっぱり直接つけるとやっぱり流しても結構残りやすかったりとかで、やっぱり泡立ててからしっかりとね洗っていくと結構流した時でも綺麗に流れたりします。シャンプー剤は取ってからダイレクトにつけるのではなくて、髪につけてモコモコの泡にしてから洗うようにしてください。でもゴシゴシするんじゃなくて優しく頭皮を揉み込みながら洗うだけで全然汚れは落ちます。なので、このシャンプーの仕方むちゃくちゃ大事になってくるので、ぜひ皆さん覚えておいてください。で実際に抜け毛だったりとかが気になる方はシャンプーをね毎日やるのではなくて2日に1回とかにしてください。そうすることによって結構抜け毛が減ったりもします。実際に僕も、1週間の中でもう最近なんですけど2回だけシャンプーするようにして、でそうすることによってやっぱり抜け毛ね、普段毎日シャンプーしてる時よりもちょっと個人的には減ったかなと思ってます。まあ人それぞれねそれが合うか合わないかってあるとは思うんですけれども、ちょっとね、まあ、シャンプーの回数減らしたりするのも面白いのかなと思いますので、ぜひよかったら参考にしていただけたらなと思います。はい、またね気になることはコメント欄だったりとかに、書いていただけたら、お答えしますので、よかったらコメントもよろしくお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。